松潤さんこんにちは。長崎の観光案内ね、楽しみに待ってます。それからですね、私がこうやって松潤さんと長崎の話題をやり取りしだして、あのサジェストでですね、 YouTube のおすすめ動画で長崎の動画が上がってくることが増えてきたんですよ。でですね、今回はね、長崎の地名に関してものすごく面白い動画がありましたので、ちょっとこれをね共有したいと思います。動画概要欄に貼っておきますね。いや、あの地名というと長崎に限らず、その土地の人でも読めないような珍しい古い地名とか、その土地でしか読まないような当て字っていうのがね、あるもんですよね。でこれをバス停に置き換えたものが今回紹介する動画なんですよ。今ね、日向平って書いて日向平って読む土地があるんですけども、なかなかね、長崎のバスの地名とかも面白いですね。こういった形で長崎の独特な方言ですか、方言ですとか地名ってのが、まあ、共有されるとなかなか面白いなと思っております。今回の動画はね、キヨちゃんぽんというなんかお笑い芸人かなんかの方なのかな、まあ、普通の人のようにも見えるんですけども、まあどっちにしても無名な人がですね、いい感じで編集してテンポよく作ってくれてますので、この長崎の読めないバス停まとめてみた25連発、ぜひね、松潤さんも見てみてください。それでは動画概要欄から URL をどうぞ。